こんばんは。こんばんは。昨日は、ホームの鳥にいた戦でしたね。大分のサポーターが多いこと。もしかしたら2000人ぐらいはいたかもしれませんね。今回は時間的には鳥栖が一番近いかもしれませんが、おそらく距離的には、熊本が一番近いからってのもあるでしょうね。さて、ハンバホームジャックされた試合でしたが、惨敗でした。スコア的には1点差だから惨敗ってのも言い過ぎな気はするけど、あえて言いたい。この試合は藤田一斗が初先発となりました。去年の後半から特別指定でチームに帯同してベンチ入りまでしていたのに、なかなか出番には恵まれません。短い出場時間で2アシストしててもこの扱いよね。トレーニングマッチではアンカーやって試合では両サイドとセンターバックまで、めっちゃ頑張ってるよ。まだまだ J2 慣れはしていないもののスルーパスなど面白いシーンを作ってましたね。試合はいつも通り連戦の疲労で動けていませんでしたね。だね。大分の気迫もあり一歩目が遅いロアッソを追い込んでたね。まあ見てて前半に失点したらこの試合ダメだろうなと思ってたら、速攻でやられました。コンディション的には1点は取れても2点目は取れないし、あと後ろの選手の判断も悪かったからね。なんか最近思うのですが、佐藤ってもともとキック精度は良くなかったけど、あんなにプレイ判断の悪い選手でしたっけ？プレイ時間を伸ばしたいのでしょうけど、ゴールキックをやたら早く、蹴りたがります。そしてそこで奪われるシーンもこのところ見られます。そこは気になるよね。押し込まれててる悪い時間帯なんだから時間使って長いの蹴ってくれよって思う。なんかなーって感じ。試合は最後攻めたものの同点にはできず天皇杯に続き敗戦。そしてリーグ戦6試合負けなしから5試合勝ちなしに、大失速の足音が。もはや諦めていますが、本当に今の監督コーチ陣は、コンディション管理がクソですね。確かにロアッソは走れる選手が多いけど、走れるからといって連戦の終盤に、パフォーマンスを維持できるかは別問題です。連戦では明らかに後半からウイングが抑えられます。大きいサッカーはウイングの突破力がないと一気に停滞するからね。次節は1週間空きますが、その後はまた連戦です。場合によってはその辺で降格争いに巻き込まれかねません。いい加減学習してほしいですね。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、じゃあ。